まず皆さんにお伝えしたい体にいい新常識丸1はこちらです。燃やしてためない体に働くスーパー成分短鎖脂肪酸。燃やしてためない体、とても気になりますが、この短鎖脂肪酸はご存知のない方が多いと思います。この気になる成分について、まず松本先生、教えていただけますか。はい、短鎖脂肪酸ですね、先ほどの木村先生のご発表にあったまさにそのターゲット成分、スーパー成分なんですけれども、一般の方はもうですね、腸には善玉菌と悪玉菌と、まあ、あと日和菌なんかがいて、そのバランスが整っているっていう腸が健康な腸だというのは多分ご存知だと思います。特にですね、この善玉菌が餌となる食べ物を与えると、そこで発酵が起きて、まあ、腸内細菌の発酵、腸内発酵ということが起きます。で、発酵食品がですね、体にいいというのは皆さんご存知だと思うんですが、ヨーグルトとか納豆とか、あとは味噌とか、まあ、そういう発酵食品は体にいいとして、されていますが、この発酵というのもですね、体内で、起きています。で、この体内で起きる発酵、腸内発酵ですね、で作られる、スーパーセブンですか、短鎖脂肪酸が体に良い成分として、知られています。発酵食品がいいっていうのはね、昔からよく伺いますけれども、それとは別に体の中でも発酵が起こっていたんですね。で、この発酵による、腸内発酵という言葉、腸活ではこれから重要なキーワードになりますから、皆さんぜひ覚えておいてください。そしてこの腸内発酵によって生まれる体にいい成分短鎖脂肪酸、これが先生ポイントなんですね。はい、木村先生のご発表の通りになるんですけれども、腸内発酵により生まれる成分が、先ほどの、体にいい常識1ですか、で、燃やしてためない体に働く成分がその短鎖脂肪酸になります。木村先生のご発表のようにですね、エネルギー消費を、上昇させる、つまり脂肪を燃えやすくする、あるいは脂肪の蓄積をしにくくするという、2つのダブルの効果で働くことで、注目の、まあ、いわゆるスーパー成分ということになります。はい、フラクトルゴ糖にはですね、最大摂取量というのがありまして、男性ですと体重あたり 0.3g、女性ですと 0.4g が上限値って言われています。ですので、体重で掛け算していただければいいんですが、60キロの男性だと 18g とか、50キロの女性だと 20g と、まあ、かなりたくさん食べるとですね、お腹が緩くなることがあります。また、効果の方なんですけれども、フラクトルゴ糖特定保険用食品になっております。1日 1g で腸内フローラが改善するとか、1日 3g で整腸作用があるというふうに言われています。腸内フローラが改善するってことは善玉菌が増えているってことですし、整腸作用があるってことは短鎖脂肪酸が増えていく、分泌されているということになります。ただ重要なのはですね、1回だけ摂取するのではなくて、継続してですね、続けて摂取していただくことが大切だというふうに思っています。現代の日本人は善玉菌の餌が不足している状態とおっしゃっていました。そこでご提案したいのが、体に新常識2、フラクトオリゴ糖は美味しい腸活成分です。この新常識について松本先生、ご説明いただけますか。はい、そうですね、ここで改めて、注目していただきたいのが、フラクトオリゴ糖になります。先ほど私はですね、まあ、血糖にならないという糖質であるというお話をしました。血糖にならないってことはじゃあ何になるんだって話になるんですけれども、フラクトオリゴ糖というのは善玉菌の餌になって分解されます。で、その善玉菌が、腸内発酵をすると。で、この腸内発酵でできる物質が、短鎖脂肪酸になります。つまり先ほど木村先生が紹介されている、スーパー成分短鎖脂肪酸、まあ、腸活成分というのが出てますが、短鎖脂肪酸を作るので、フラクトオリゴ糖は、腸活成分として、体にいいということが言われています。なるほど。ではこの現代の食物繊維が不足している分をフラクトオリゴ糖でカバーすることができるということなんですね。
その食生活の欧米化による弊害はいろいろと指摘されているんですが、それを補う新しいものが出てきてくれたのは本当にありがたいです。で、増本先生、他にもこの善玉菌の餌になる成分はあるんでしょうか。このフラクトオリゴ糖がね、特にいい理由も教えていただきたいんですが。はい、先ほど木村先生もおっしゃったようにですね、腸活成分、善玉菌の餌になるものは、水溶性の食物繊維ですね、難消化性食物繊維と、オリゴ糖ということになっています。で、この善玉菌の餌になる成分が腸活に優れています。どういうところが特にいいんでしょうか。はい、私の最近の研究としてですね、いろんな食物繊維といろんな善玉菌、ビフィズス菌とか乳酸菌とか、あとは先ほどのバクテロイデス菌とかですね、そういう菌で、組み合わせてですね、短鎖脂肪酸を作るのかという研究をしているんですけど、今日ちょっとデータ出せないんですけれども、その中でもフラクトオリゴ糖というのは幅広い善玉菌に、食べられて、この、短鎖脂肪酸を作ります。まあ、フラクトオリゴ糖はですね、最初の方に出ましたけど、糖がですね3つとか4つとかしかつながってない、まあ、短い食物繊維になりますので、他の長い食物繊維と比べてですね、やっぱり、善玉菌としても消化しやすいのかなというふうに思っています。従ってこう幅広い善玉菌に、腸内発酵されるというのがフラクトオリゴ糖になります。なるほど。このフラクトオリゴ糖を摂るとでは腸の中でより効率よく体にいい成分ができるということなんですね。はい、私からはですね、フラクトオリゴ糖入りの食品の血糖値の試験、臨床試験について、2つほど、報告させていただきます。はい、まず簡単に血糖値が上昇する、仕組みですが、食事を食べます、糖質を食べますと、口で食べて、胃を通過して、胃で消化を受けます。で、その後十二指腸、小腸で、どんどん消化酵素で分解されていって、最終的には胆糖になります。で、この胆糖は、小腸の上皮細胞のレセプターを通、トランスポーターを通して、ブドウ糖が、血液中に吸収されます。この、血液中のブドウ糖のことを血糖値というふうに、言います。で、血糖値の評価をする場合にはこの AUC という、数値を使います。AUC とは何かと言いますと、まずこれは血糖値のグラフなんですが、糖質を摂取しますと、その後、血液中のブドウ糖の値を測定するとこう上昇していきます。で、大体30分ぐらいで、トップになりまして、その後、膵臓からインスリンが分泌されます。で、インスリンはこの血中のブドウ糖を肝臓や筋肉に取り込む作用がありますので、このように血糖値が下がっていく。で、2時間ぐらいでほぼゼロというかスタートの、位置になります。この三角形の面積を AUC あるいはデルタ AUC と言います。まあ、血糖値が相対的にどのぐらい変化したかを示す値です。GI 値などは、まあ、これを使った値になります。なので、日本語で言うと曲線化面積ですねという略になります。ですので、食事から来る、糖の、体への負荷の値みたいな、そういう数値に、なってきます。はい、それでフラクトオリゴ糖なんですが、これフラクトオリゴ糖、糖っていう名前がつくんですけれども、糖としては吸収されない、そういう、まあ、不思議な物質になります。普通の、デンプンとか、あるいは他の糖質と違って、胃で分解されることはありません。で、小腸でも吸収されずに、大腸まで届きますと、この大腸で善玉菌の餌になります。そうするとこの善玉菌は短鎖脂肪酸、また後から出てきますが短鎖脂肪酸というものを作ります。で、この短鎖脂肪酸が、吸収されると、吸収されることになります。ですので、カロリーとしてはですね、糖として吸収されないので、酸のカロリーである2キロカロリーパー1グラムというのがカロリーになります。ですのでこれフラクトオリゴ糖だけ摂取するとですね、こういう茶色の線のように血糖値はほとんど上昇しないと
ということになります。お砂糖の場合はですね、30分とか30分ぐらいでピークに達して、まあ、インシュリンが出て血糖値は下がっていく、まあ、下がりすぎてしまうんですけども、こういうようなカーブを取ります。ですので、フラクトリゴ糖の特徴としては、小腸で分解吸収されずに、大腸に届きます。ですので摂取後血糖値はほとんど上昇しないということになります。そこで、私たちは、実際のフラクトリゴ糖入りの食品ですね、食品ではどうなるか血糖値の推移を見てみました。はい、まず最初はですね、バニラアイスの、試験です。試験デザインとしてはですね、飲んでいただく、ボランティアの方に、2つのグループに分かれていただきまして、1つのグループでは、フラクトリゴ糖入りのアイスクリームを食べる、もう1つのグループはフラクトリゴ糖なしのアイスクリームを食べる、一般的なバニラアイスということですね。でその後、測定をしてしばらく、置いた後ですね、今度はフラクトリゴ糖入りアイスを食べた人は入ってない方、普通のアイスクリームを食べた人はフラクトリゴ糖のアイスクリームを食べる、これをクロスオーバー試験というんですけども、こういうクロスオーバー試験で、試験を行いました。食べていただいた食品というのは、10分間にですね、バニラアイス4本をいっぺんに食べていただく、結構大変な試験なんですけども、一般的なバニラアイスの場合は、この中にですね、お砂糖が 9.9g と水飴が 13.7g、こういう糖質が入っています。でフラクトリゴ糖入りのアイスクリームというのは、お砂糖はそのままにして、フラクトリゴ糖だけ、水飴の代わりにフラクトリゴ糖を 13.7g 入れたと、そういうアイスクリームになります。被験者の方は12名ですね、平均年齢は 38.3 歳、 BMI 22.2 なので、標準的な方になります。食事を今回はアイスクリームですけど、アイスクリームを食べる前に、採血をしまして、でアイスクリームを食べていただきました。でその後15、30、45、60、90、120分のポイントで採血をして、その中の血糖値を測定いたしました。結果はこのようになっております。青いラインというのが普通のアイスクリームですね、食べて30分で上がって、まだ45分、60分は非常に高い血糖値を示しています。その後は、インシュリンの影響で下がっています。血糖値ですので、このように、インシュリンでしっかり下がっていく形になります。で、フラクトリゴ糖入りアイスクリームの場合はこのように茶色の線ですので、砂糖が入っているのに多少は上がるんですけれども、なしのアイスクリームに比べると圧倒的に低い。でここ黒いポチが3つついてるんですが、統計的有意差を持って、血糖値が低いですよ、上がりにくいですよということが言えます。で先ほどご説明した AUC ですね、それも有意差を持って、低いということになりますので、フラクトリゴ糖入りのバニラアイスっていうのは、摂取後の血糖値上昇が小さいということが言えると思います。引き続いてですね、チョコレートの試験を行いました。チョコレートの試験も同様に、フラクトリゴ糖入りのチョコレートとなしのチョコレート、普通のミルクチョコレートを食べていただいて、しばらく、何週間か置いた後ですね、ありだった被験者さんは、なしのものを食べると、なしだった、被験者さんはありのものを食べるというクロスオーバーを行う。食べていただいたものは、ミルクチョコレート、最近よくあるこう小さな 1g、1枚 5g ぐらいのチョコレートを13枚、結構な量なんですが、これを、やっぱり10分で食べていただきました。糖質としてはですね、フラクトリゴ糖なしのチョコレートでは、お砂糖が 19.2g 入っています。で、フラクトリゴ糖ありのチョコとしては、半分の 約半分ですね、9.4g を、フラクトリゴ糖に置換した、そういうチョコレートになります。で、今回は男性10名の方で、ちょっと年齢高めの 51.3 歳の平均年齢の方です。体型はですね、標準体型の方になります。方法も同様にこういう時間で、採血をしていただいています。試験の前と、比較してという結果になります。はい、チョコレートの結果になります。フラクトリゴ糖なしの普通のチョコレートですね、やはり30分ぐらいで、ピークに到達して、その後インスリンが効いてくるので下がってくると。
フラクトオリゴ糖入りのチョコレートはですね、やっぱそこまでは上昇しないですね。で、下がっていくと。そういう結果になりました。で、一番上がるポイント、30分のところで、フラクトオリゴ糖ありのチョコレートの食べた方々っていうのは、なしの方々よりも有意差を持って、低い、血糖値ということになりました。で、AUC で比較しますとですね、まあ、統計的な有意差はないということなんですが、まあ、数値上はややなっているということが分かりました。以上のことからですね、フラクトオリゴ糖入りのミルクチョコレートを食べていただくと、特に摂取後30分、一番高いポイントにおいて、血糖値の上昇幅が小さいということが分かりました。はい、じゃあ以上のことをまとめさせていただきます。フラクトオリゴ糖入りのバニラアイスを食べた場合はですね、フラクトオリゴ糖がない普通のアイスクリームと比べると、摂取後の血糖値上昇が、かなり小さくなっていました。AUC も大きく下がっていました。で、フラクトオリゴ糖入りのミルクチョコレートに関してもですね、特に30分後の血糖値が下がっていたので、血糖値上昇が小さいということが確認できました。はい、私からは以上になります。実は東京慈恵医科大学客員教授の佐々木先生からもフラクトオリゴ糖と血糖値の関係についてお話を頂戴しております。代読させていただきます。フラクトオリゴ糖を配合したチョコレートやアイスクリームを食べた後の血糖値の推移を調べた試験を見ると、食後の血糖値の上昇が緩やかであることが分かります。また血糖値が最も上がりやすい食後30分から60分のポイントで、フラクトオリゴ糖の配合のない食品に比して優位に低い値を示したことはいい結果です。さらにこのような血糖の変動への効果に加え、継続的に摂取することで腸内環境を改善し、様々な機能が期待できるフラクトオリゴ糖を配合した食品を食生活に取り入れることは健康のためにいいことであると考えます。血糖値の上昇が緩やかで健康維持に役立つフラクトオリゴ糖を配合したチョコレートやアイスクリームはおやつとして選択することをお勧めできますというコメントをいただきました。